日本ビューホテル行刑官業刑官は、千葉県銚子市犬坊崎の犬坊崎温泉にある、日本ビューホテルグループの1874年創業の老舗旅館である。海辺に立ち、東側に太平洋を一望できる。1874年に創業し、長きにわたり、銚子市犬坊崎で営業を続ける老舗旅館。四季折々に、風光明媚な調子には、明治から、 昭和の中頃までにかけて多くの文人が足跡を残しており、今日、景観にも多くの文人木閣が訪れていた。犬坊崎は本州最東端に位置しており、日出る場所として物事が始まるところ、道が開ける場所として縁起が良く、日本で一番早く日の出が見られる場所となる。今日、景観はべての客室と露天風呂から日の出を見ることができることから、 元旦は初日の出を見る人が多い。客室は全33室が和室と和洋室という構成となっている。海や犬坊崎灯台が室内から見え、日の木風呂を備えた日の出という特別室もある。展望台浴場は天然温泉で、泉室はナトリウム、塩化物、工場泉であり、ここからも海を見ることができる。プール、会議室、結婚式場。 サウナなども完備され、全館 Wi-Fi 対応を実現している。男性、女性ともに、大類子風呂。男性風呂からは、犬坊崎灯台も見える。露天風呂からは、太平洋が一望でき眺めが良い。犬坊崎温泉、行景館露天風呂、知恵古将の長沼千恵子と、高村光太郎の出会いの宿と言われる。大正元年夏に、長沼千恵子と犬坊崎で出会い。 他の旅館に宿泊していた千恵子を、行、警官に連れてくる。一緒に散歩をしたり、食事をしたりして、彼女の清純な態度と、素朴な気質と、限りなき自然への愛に強く打たれた。その後、詩集、千恵子賞が行、警官にて創作された。高村光太郎詩集に、犬吠えの太郎という作品があり、館内に、千葉県旭市の版画家、土屋金次氏が、 犬吠いの太郎展に使用した作品が展示されている。今日、景観は、宮様や、財界人、文人勃覚が、数多く宿泊した旅館として知られている。今日、景観では、毎日新聞社、日本金院、関西金主催の本因坊戦が開催されていた。ありがとうございます。